皆さん、ようこそお越しくださいました。マンダラティーのケセラケラということで、なるようになるさということで、温かい目で見守っていただければと。まず一部はですね、ゆっくりちょっと盛り上げていこうと、ちょっとゆったりめの曲からスタートしたいと思います。クロス。Why do I suddenly appear?Bye.
Thank you.
トランペット上付きの星トロンボン竹村智美ピアノ真島聖子コンガナルセイソンベース小田原レイということでね、本当綺麗な美しい曲を1曲したいと思います。
サルサの曲を今日はね、サルサのテーマでプロンテお送りしたいと思います。Thank you.
Thank you.
曲ね、マーク・アンソンの曲からね、ナディエ・コマエラというちょっと大人な夜を歌った曲をねお送りしたいと思います。Thank you.
どうですかね、皆さんのステップは完璧ですか、はい、完璧ですね。もう覚えましたよね。今日は本当にあの県外からも来てくださってとってもびっくりしました。ありがとうございます。あの ラテンのサラサラサラ、いや なんだかすいません。なんだかすいません。私たちですね、前回もしたんですけれども、バンダラティーナというサルサバンドで、ちょっと名前おかしいんですけど、バンダラティーナというサルサバンドをあのずっとやってたんですけれども、あのメンバーがね、大阪に行っちゃったり東京に行っちゃったりして、なかなかねちょっと集まれる機会がなくて、今日3年ぶりとなりました。ありがとうございます。それでね、もう本当にもう足を運んでくださる皆さんのおかげです。またねこんな会ができるようにってまだ終わりませんので。締めにかかってしまいましたが、そうなんです、明日ですね、あのここビッキーさんでですね、ドスソネスデコラソネスさんというあの素敵なあのソンですね、ソン あの2人組のね、誠さんとムートさんという方のすごく楽しい爽やかなライブがあるので、ぜひあのお越しください。それと、私あのこのメンバーの中にもほぼいるんですけど、8月の15日はですね、デスカルガチャランバンドさん あのイベントがありまして、あの高橋ゲタオさんとかアンディートさんとかとあのご一緒させていただき、オープニングアクトをさせていただきます。バンダジュニオはこうブラジル音楽でね参加したいと思いますので、ぜひあのあのいらっしゃったら、まだいらっしゃいますか、もう帰ります。ぜひね、フラッとやっていただきたいと思います。もうね、明日から青踊りなのでね、どうなることやら。大丈夫ですか？もう疲れてますか？ね、もうあの15日までね、楽しんでいきたいと思います。皆さん飲んでますか？大丈夫ですか？飲んで、歌ってください。歌ってください。踊ってください。はい、頑張ります。ということでね、こちらもおなじみとなっております。セリアさんのメドレーをお送りします。
ちょっと楽しいことに、ね、なってますが、ここでね、メンバー紹介をしたいと思います。まずはですね、ティンバレス。実はですね、なかなかティンバレスを叩いてもらえる人がいなくてですね、普段、私のバンドジミューンのドラムをねやってくれている姉さんに姉さんにねどう、なんかちょっとティンバレスやってくれへんって言ってみたら、初めは嫌って言うんですけど、岡本健太さんがね、前デスカルガチャランガンドさんで来た時に生でティンバレスを見てかっこいいってなってこれならちょっとやってみるってなってですね、今回初参加、初披露です。ティンバレスどうですかね皆さん。ぜひこの先もティンバレスをね。もうなんかね、すごく今回頑張ってくれたんでね、練習してたね CD をね、このライブが終わったらね、円盤投げで捨てるもう苦しみようみたいな。いやいや、そんなことはね、またお願いしたいと思います。ティンバレス、オーダーラジオ。そしてですね、ではお隣、実は夫婦なんです。どうにで息がぴったりと思いませんでした？緊急だよ、古い緊急だよ。ということで、ベースの彼もですね、バンドジミューンでずっとやってくれています。まだ続けるみたいな。そして大学のね、先生なんですよ。かっこいい。大学の、ごめんなさい。サルサでコーラスはコロって言うんですよね。はじめ私の音だろう。水王ってなんだろうって思ってね。まあ、前回も言いましたが、コロコロ転がるからコロなんじゃ。誰も言うてない。誰も言ってない。いや、前回は自分で言ってたんです。ということで今回も使ってみました。自分で見とったら消えたらカモカモということで、コラン&トロボン、ナルセカオリ。そしてすごい雑談しておりますが、普段から仲良しなんです。トロンボンでね、もう皆さんだいぶ浸透してきたと思います。彼女の名前知ってる方、あだ名を知ってる方、せーの、ボンボン。イエーイ。もうその名の通り恐ろしいんです。覚えてください、はい、こんなね、可愛いパイナップルいっぱいこう散りばめてもね、ボスなんです。もうね、散りばめても怖いです。ということでですね、今日は名前言うときます。トロンボン、竹村智美。ともちゃんということで、後ろ行きます。今日はあれかな、前回覚えてます、どんな T シャツ着てたか。覚えてない。惜しい、とんかつでした。アイラブとんかつっていうねT シャツを。今日はなんか不思議やね。これは皆さんに自分からこう伝えるべきじゃないですか、この思い。皆さんね、乾杯って書いてある。乾杯、乾杯ぐらい。
見えた、ちょっと前はとんかつでかかったんで。何でしょうか。彼はウエキーとみんな呼んでます。今日はね、素敵なソロもたくさん見ていただきます。トランペット、ウエツキノブヨシ。で、お隣です。大丈夫ですか。ずっと私が心から見えてます。ずっと隠しちゃうような感じですけど、あの、ピカソちゃんも、前は徳島に仕事でいたんですけども、地元が大阪なので、もう今は大阪に残念ながら帰っちゃって、ね、あの大阪でもすごくあの活躍されてます。9月ね、また私見に行くんです、あのコンサートをね。いい？そんな個人情報あの失礼しましたが彼女もあの徳島にいた頃にね、徳島ならではのあだ名をつけられておりまして、アミコ、みんなにアミコちゃんって呼ばれてます。なぜかというとね、望月あゆみなんです。さっき言ってしまったということで、トランペット望月あゆみそしてですね、今日は、ま、前は徳島にいたんですが、最近はね、もう東京の方でね、活躍してます。今日も東京からね、飛行機ですよね。で、彼女、後ろが好きなんですよ。ライブ前にもかかわらず、一人であの高松でね、あ、違う、丸亀城に一人でね、遊びに行くね。ちょっと白疲れがとか興味あったんですけどねそんな感じさせないね、ピアノを披露してくださっています彼女は、私はクータンと呼んでるんですが、ピアノ、真島邦子クータン。そしてもうこの方も皆さんご存知ですよねみんなで呼んでみよう、いけます。せーの、岩尾さん。あ、そうか。あんた負けた。岩尾さん。あの、伊沢ですので。岩尾ではございません。まあ、私はね、もう出会った時からずっともう見た瞬間に父ちゃんって言って、もうずっと何年ですかね、20年ぐらい。もう、え？言いません、そんなこんな公衆の目線で。出てたよね。もうこの間ずっと父ちゃんって呼んでるんでね、あのちょっと変に見られますよね、外で若い父ちゃんみたいな。ということでね、もう徳島でのね、音楽シーンを引っ張っていってくれています、これからも続いていきますもうそろそろ、いや、終わらないでくださいまだまだ大丈夫です。最近ちょっと痩せてきてね、あの健康にも気を、いや、痩せたんですよ気づかないかもしれませんが、ということでですね、今がなるせいさん、どうかそしてね、そして今日はね、ちょっとあの衣装を間違ったんです。あの、何かに見えません？今流行りの。はい、ひょっこり。なんかこういうのいたら、ね、あんまり、身内ではめっちゃ受けたんですけど。みんな笑っていいとこなんですけど。ということでね、あの、それを目指したんではないんです。たまたまこうなってしまったんで。次回からは気をつけます。ボーカル、ミューでお送りします。ありがとうございます。ということでですね、続いて、ゼニファー・ロペスさんが歌った、有名な曲ですね。浸透、昔の綺麗なかっこいい曲を一曲お送りしたいと思います。Yes, I can bend this world. Yes, I can.
になってしまいました。ぜひね、皆さんどうですか、まだ踊り足りないんじゃないですかぜひ最後一緒に出てきて踊っていただきたいと思います。最後はねこの曲でちょっと不思議なコラボでねやっていきたいと思います。ビリジン、¡Gracias!
ちょっとね、日本語のね、曲をお送りしたいと思います。これは愛なんですよね。本当は郷ひろみさんなんですよね。何でしたっけ、あの名前。Say See you、 違うね。セクシーユー、わかります？何か。郷ひろみさん、なんか この名前で調べたら、なんか私郷ひろみさんのイメージあったのに違うなって言ったら、題名が違うかったのよ。セクシーユーだったんです。さて何でしょう、あれ。ということで最後に1曲、モンローウォーク。皆さんぜひぜひ一緒に踊りましょう。Thank you.